今回は秋篠宮家、金沢視察について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮様が金沢の住商会金沢病院を視察したって話、知ってるか？ええ、ニュースで見たわね。地震の後だったみたいだけど、何か特別な理由があるのかしら？実はな、皇族が地震の被災地を訪問するのって、そんなに珍しいことじゃないんだぜ。そうなのね。でも、秋篠宮様がわざわざ金沢まで行かれたのは、何か特別な事情があるのかしら？いくつか考えられる理由はあってだな。まず、住商会金沢病院は、地震で大きな被害を受けた病院の一つだったんだ。そうだったのね。秋篠宮様は、被災者の状況を見守るために行かれたのかしら？それはもちろんあるだろうな。それに、住商会は、皇室と深い関係があるんだぜ。皇室と深い関係って、どういうこと？住商会は、明治時代に皇室から資金援助を受けて設立されたんだ。その後も、皇室とのつながりは続いてるんだよな。なるほど。だから、秋篠宮様は、済生会金沢病院を視察されたのかしら？それだけじゃないぜ。実は、秋篠宮様は、医療にも関心が高いんだ。医療に興味があるって、どういうこと？秋篠宮様は、医療関係の団体や施設を頻繁に訪問されてるんだ。特に、病院の運営や医療技術に興味があるみたいだな。それは知らなかったわね。秋篠宮様は、医療の分野にも貢献したいと考えているのかしら？そういうことだろうな。秋篠宮様は、皇室の役割について、深く考えているみたいだ。皇室の役割って、具体的にはどういうこと？皇室は、国民の象徴であり、伝統文化を守り、国民の心を一つにする役割を担ってるんだ。なるほど。秋篠宮様は、その役割を果たすために、医療の分野にも貢献しようとしているのかしら？そういうことだろうな。秋篠宮様は、皇室の役割について、常に考え、行動しているんだ。深いですね。秋篠宮様の視察は、単なる被災地への訪問ではなく、皇室の役割について深く考えるための行動だったのかしら？そう考えることもできるだろうな。秋篠宮様の視察には様々な意味が込められているんだぜ。興味深いわね。秋篠宮様の視察を通して皇室の役割について改めて考える機会になったわ。そうだな。秋篠宮様の行動は我々国民にとっても考えるきっかけになるだろう。ありがとうございます。いろいろ教えてくれて。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮様っていろいろと問題発言が多いよな。最近だと大嘗祭の費用について疑問を呈したんだ。宮内庁は聞く耳を持たなかったらしいぜ。そうなのね。秋篠宮様はどうしてあんなに不満をお持ちなの？秋篠宮様は、皇室の伝統を重んじる一方で、現代社会に適応していく必要性も感じているんだと思うぜ。でも、宮内庁は、昔からの慣習に固執して、秋篠宮様の意見を受け入れようとしていない。なるほど。秋篠宮様の気持ち、よくわかるわ。それに、秋篠宮家と小室家の関係も、いろいろと問題を抱えているんだぜ。小室圭さんの母親の借金問題とか、婚約発表のタイミングとか。小室圭、本当にいろいろと話題になってるよね。小室圭さんは、秋篠宮様から、結婚前にきちんと説明を求められていたらしいんだけど、納得できる説明ができなかったらしいんだぜ。それは、大変だったでしょうね。秋篠宮様は、小室圭さんの説明に納得できず、結婚に反対しているみたいだな。秋篠宮様は、本当に厳しいのね。秋篠宮様は、皇室の伝統を守るために、厳しい立場を取らざるを得ないんだと思うぜ。でも、一方で、皇室は時代に合わせて変化していく必要があるんだ。確かに、そうね。秋篠宮様は、58歳になったけど、私自身がぐずぐずしていた、って、反省もしているらしいぜ。秋篠宮様、お悩みなのね。秋篠宮様は、皇室の未来について真剣に考えているんだと思うぜ。でも、
皇室は、世間の注目を浴びる存在だから、なかなか難しい問題を抱えているんだ。そうよね。秋篠宮家の問題って、実は皇室全体の課題を浮き彫りにしているんだぜ。それは、どういうこと？皇室は、伝統と現代社会の狭間で、どうバランスをとっていくか、という問題に直面しているんだ。秋篠宮様は、その問題の先頭に立って、改革を進めようとしているんだと思うぜ。なるほど。秋篠宮様の行動は、皇室の未来を左右するかもしれないぜ。そうね。秋篠宮様の動向から目が離せないな。私も、今後の展開が気になるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家は、皇室の一員だぜ。天皇の弟、秋篠宮様の家族のことだな。秋篠宮様は、皇太子様の弟さんよね。そうだよな。秋篠宮様には、愛子様、ゆうひとし様、佳子様の3人の子供がいるんだ。3人とも、お名前はよく聞くわ。で、秋篠宮家って、最近はいろいろ問題が起きてるんだ。どんな問題なの？例えば、小室圭さんとの結婚問題とか、ゆうひとし様の教育問題とかだな。小室圭さんとの結婚問題って、いろいろ言われてるわよね。そうだな。小室圭さんって、元婚約者の方との金銭トラブルとか、いろいろあったんだ。聞いたわ。あの問題、解決したのかしら？まだ完全に解決してないんだ。だから、結婚に反対する声も結構あるんだ。そうなんだ。それから、ゆうひとし様の教育問題も、かなり話題になったよな。ゆうひとし様の教育問題？ゆうひとし様は、学習院初等科に通ってるんだけど、そこで、られたとか、学業に遅れをとってるって噂が出てたんだ。そんなことがあったの？真相はよくわかんないけど、噂は広がってるんだ。秋篠宮様は、ゆうひとし様の教育に熱心なんだって。やっぱり、皇室の一員だから、いろいろ大変ね。他にも、秋篠宮様は、皇室の伝統を重んじる一方で、新しい考え方も取り入れようとしてるんだ。新しい考え方も？例えば、皇室の伝統を守りつつ、現代社会に合った形で、皇室を維持していこうとしてるんだ。なるほど。だから、秋篠宮家って、いろいろな意見が出てくるんだ。賛成する人もいれば、反対する人もいる。難しいわね。秋篠宮家について、もっと深く知りたいなら、いろいろな本を読んだり、ニュースを見たりすればいいぜ。いろいろ調べてみようかな。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は皇室と水泳の関係について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、世界水泳福岡大会で秋篠宮様ご夫妻が開会式に出席されたのが話題になってるよな。そうね。秋篠宮様は水泳がお好きなのね。実は、秋篠宮様は水泳選手として活躍されてたんだぜ。え、本当？知らなかったわ。秋篠宮様は若い頃に水泳部に入ってたんだ。しかも、かなりの実力者だったらしいぜ。すごい。どんな泳ぎを得意だったのかしら？得意な泳ぎは、実はよくわかんないんだ。記録とか残ってないみたいだな。そうなのね。でも、水泳部に入ってたってことは、水泳が好きだったってことよね？そうだろうな。でも、秋篠宮様は水泳選手として活躍してたって話、あまり聞かないよな。確かにね。秋篠宮様といえば、皇室の公務のイメージが強いわ。皇室の公務も重要だけど、水泳選手としての秋篠宮様も見てみたいよな。そうね。どんな泳ぎ方だったのか見てみたいわ。秋篠宮様が水泳選手として活躍していたって知って、少し感動したぜ。私も、水泳選手としての秋篠宮様、見てみたかったわ。でも、秋篠宮様は水泳選手としての活動を公表されてないんだ。謎が多いよな。なんでだろうね。水泳の実力者だったのに、公表されないのは少し残念ね。もしかしたら、皇室の立場上、公表しづらい部分もあるのかもしれないな。そうかもしれないわね。でも、
秋篠宮様の過去を知ると、また違った視点で皇室を見れるわね。皇室の人々も、私たちと同じように、いろいろな面を持っているんだな。そうね。皇室の人々も、人間なんだわ。秋篠宮様が水泳選手だったって話は、なかなか知られてない話だぜ。私も知らなかったわ。もっと知りたいわ。水泳選手としての秋篠宮様、想像するだけでも楽しいな。本当に？どんな姿だったのか見てみたいわ。秋篠宮様の過去を知ると、皇室への興味が深まるよな。そうね。もっと皇室について調べてみたいわ。皇室と水泳、意外と深い関係があるんだな。そうね。新たな発見だったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は佳子様の福島訪問について解説するぜ。よろしくお願いするわ。佳子様が8月に福島県を訪問したって、ニュースで見たよな。ええ、13年ぶりの訪問だったそうね。そうなんだ。なんで今、福島県にわざわざ行ったんだろうな。何か、特別な理由があるのかしら？実は、佳子様は福島県と深いつながりがあるんだぜ。どういうこと？佳子様のお父さんである秋篠宮様は、福島県で生まれたんだ。そうだったの？しかも、秋篠宮様は福島県で過ごした幼少時代をとても懐かしんでらっしゃるんだって。なるほどね。だから、佳子様は今回、福島県を訪問して、お父さんのふるさとを忍びたかったんじゃないかな？それは素敵ね。それに、佳子様は東日本大震災の被災地である福島県を支援したいという気持ちも強く持っているんだぜ。そうなのね。佳子様は以前から、被災地支援に関心を持っていて、実際に被災地を訪れてボランティア活動などもされてきたんだ。恵子様は、本当に優しい方ね。だから、今回の福島県訪問は、単なるふるさとへの訪問だけでなく、被災地への支援という側面もあったんじゃないかな。確かに、復興への貢献という面もあるわね。それに、佳子様は福島県だけでなく、日本全体の活性化にも貢献したいという強い意志をお持ちなんだぜ。そうなの？佳子様は、皇室の一員として、国民の代表として、様々な活動をされてきたんだ。それは素晴らしいわね。佳子様は、今回の福島県訪問を通じて、国民に元気と勇気を与えたいと考えているんだと思うんだ。確かに、恵子様の姿は、私たちに希望を与えてくれるわね。佳子様の福島県訪問は、単なる訪問ではなく、国民へのメッセージだったんじゃないかな。深く考えさせられるわね。佳子様は、これからも国民のために様々な活動をされていくと思うんだぜ。今後の活動にも注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家、金沢視察について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮様が金沢の住商会金沢病院を視察したって話、知ってるか？ええ、ニュースで見たわね。地震の後だったみたいだけど、何か、特別な理由があるのかしら？実はな、皇族が地震の被災地を訪問するのって、そんなに珍しいことじゃないんだぜ。そうなのね。でも、秋篠宮様が、わざわざ金沢まで行かれたのは、何か、特別な事情があるのかしら？いくつか考えられる理由はあってだな。まず、住商会金沢病院は、地震で大きな被害を受けた病院の一つだったんだ。そうだったのね。秋篠宮様は、被災者の状況を見守るために行かれたのかしら？それはもちろんあるだろうな。それに、住商会は、皇室と深い関係があるんだぜ。皇室と深い関係って、どういうこと？住商会は、明治時代に皇室から資金援助を受けて設立されたんだ。その後も、皇室とのつながりは続いてるんだよな。なるほど。だから、秋篠宮様は、済生会金沢病院を視察されたのかしら？それだけじゃないぜ。実は、秋篠宮様は、医療にも関心が高いんだ。医療に興味があるって、どういうこと？秋篠宮様は、医療関係の団体や施設を頻繁に訪問されてるんだ。特に、病院の運営や医療技術に興味があるみたいだな。それは知らなかったわね。秋篠宮様は、
医療の分野にも貢献したいと考えているのかしら？そういうことだろうな。秋篠宮様は、皇室の役割について、深く考えているみたいだ。皇室の役割って、具体的にはどういうこと？皇室は、国民の象徴であり、伝統文化を守り、国民の心を一つにする役割を担ってるんだ。なるほど。秋篠宮様は、その役割を果たすために、医療の分野にも貢献しようとしているのかしら？そういうことだろうな。秋篠宮様は、皇室の役割について、常に考え、行動しているんだ。深いですね。秋篠宮様の視察は、単なる被災地への訪問ではなく、皇室の役割について、深く考えるための行動だったのかしら？そう考えることもできるだろうな。秋篠宮様の視察には、様々な意味が込められているんだぜ。興味深いわね。秋篠宮様の視察を通して、皇室の役割について改めて考える機会になったわ。そうだな。秋篠宮様の行動は、我々国民にとっても、考えるきっかけになるだろう。ありがとうございます。いろいろ教えてくれて。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近何かと話題になってるよな。そうね。新聞やニュースでよく見かけるわ。まず、秋篠宮家は皇室の一家だぜ。天皇陛下の弟である秋篠宮様とその後家族のことだよな。秋篠宮様は、天皇陛下の弟さんなのね。そうなんだ。秋篠宮様には、眞子様、佳子様、ゆうひとし様の3人のお子さんがいるぜ。3人のお子さん、それぞれ子な感じよね。最近、秋篠宮家では、眞子様のご結婚問題が大きく取り上げられてるんだ。眞子様のご結婚、いろいろあったわよね。眞子様は、小室圭さんと結婚されたんだけど、小室家には様々な問題があったんだ。小室家の問題って、具体的に、どんなことがあったの？小室圭さんの母親の借金問題や、小室圭さん自身の金銭トラブルなどが話題になったんだぜ。借金問題とか、大変だったわね。この問題が解決されないまま、眞子様は結婚を決意して、皇室を離れられたんだ。皇室を離れるって、大きな決断だったわね。他にも、秋篠宮家では、秋篠宮様のご発言が話題になることも多いんだ。秋篠宮様のご発言、よくニュースで目にするわ。秋篠宮様は、皇室の伝統や慣習について、独自の考えをお持ちなんだぜ。秋篠宮様は、伝統や慣習について、どんな考えをお持ちなの？例えば、皇室の女性が結婚したら、皇室を離れるという慣習について、疑問を呈しておられるんだ。皇室の女性は、結婚したら、皇室を離れなければいけないの？昔はそうだったんだけど、最近では、皇室の女性が結婚しても、皇室に残るケースも増えてきたんだぜ。そうなのね。秋篠宮様は、この慣習について、時代に合わせて見直すべきだとお考えなんだ。時代に合わせて見直すのは、大切なことよね。秋篠宮様のご発言は、皇室のあり方について、様々な議論を巻き起こしているんだぜ。議論を巻き起こすって、どういうこと？秋篠宮様のご発言をきっかけに、皇室の伝統や慣習を見直す必要があるのか、皇室の役割は何か、といった議論が活発化しているんだ。皇室の役割って、難しい問題よね。秋篠宮様のご発言は、皇室と国民の関係、そして、皇室の将来について、改めて考えるきっかけを与えてくれるんだ。秋篠宮様のご発言は、私たちにとっても、考えるきっかけになるわね。秋篠宮家の話題は、これからも注目されるだろうな。そうね。これからも、秋篠宮家の動向に注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ言われてるよな。そうね。最近、よくニュースで見かけるわ。まず、秋篠宮家は、皇室の血筋を継ぐ重要な家系なんだぜ。そうなのね。知らなかったわ。秋篠宮家は、皇太子だったゆえ、秋人天皇の弟、秋篠宮文仁親王とその妃の範子様によって築かれた家系なんだ。なるほど。
ということは、皇室の血筋を受け継いでいるのね。その通りだぜ。秋篠宮家には、友人親王という皇位継承順位第2くらいの皇族がいるんだ。友人親王様って、まだお若いのに、将来は天皇陛下になる可能性があるのね。そうなんだぜ。だから秋篠宮家の動向は、皇室全体にとって重要なんだ。なるほど。そう考えると、秋篠宮家は注目されるべき存在よね。最近、秋篠宮家に関するニュースで目立つのは、小室圭さんとの結婚騒動だな。そうね、いろいろ言われているわよね。どんな問題だったの？例えば、小室圭さんの母親と元婚約者との金銭トラブルだとか、小室圭さん自身の学歴や経歴に関する疑惑だとか、いろいろあったんだぜ。そうなのね。だから、世間でも賛否両論あったのかしら。そうなんだぜ。小室圭さんの過去については、今も様々な憶測が飛び交っているんだ。でも、眞子さまは、小室圭さんと結婚することを決めたのね。そうなんだぜ。眞子さまは、小室圭さんと結婚することに強い意志を持っていたんだ。眞子さまの決意には、いろいろと考えさせられるわね。秋篠宮家も、小室圭さんとの結婚を認めたんだぜ。秋篠宮ご夫妻は、お二人の結婚を応援されているのね。秋篠宮ご夫妻は、眞子さまの幸せを第一に考えて、結婚を認めたんだと思うぜ。なるほど。眞子さまの幸せを願う気持ちは、親として同じだわ。ただ、小室圭さんとの結婚は、秋篠宮家にとって大きな試練になったことは間違いないんだぜ。確かに、国民の意見も、いろいろあるわよね。秋篠宮家は、小室圭さんとの結婚騒動を乗り越えて、今後も皇室の重要な役割を果たしていくことになるだろう。今後の秋篠宮家の動向に注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って何かと話題になるよな。そうね、最近もいろいろあったわよね。まず、ゆうひとし様の入賞作文の盗用疑惑、これは騒がしかったな。あれは、本当に衝撃だったわ。一体どういうことなの？真相は不明だけど、秋篠宮家は、皇室を利用して私利私欲を追求しているとされているんだぜ。そんな、本当かしら？ま、それはともかく、秋篠宮家には、他にも様々な疑惑があるんだ。例えば、小室圭さんの司法試験合格、これは秋篠宮家にとってどうなの？確かに、小室圭さんの話題は多いわよね。でも、秋篠宮家と直接関係あるの？直接的な関係はないけど、嫁姑問題とか、いろいろ出てくる可能性はあるよな。そうね、皇室の伝統とか、いろいろ考えさせられるわね。あと、秋篠宮ご夫妻の和歌山県訪問も、注目されていたな。9年ぶりだったそうね。何か、特別な理由があったのかしら？それは、いろいろ憶測が飛び交ってるけど、真相は不明なんだぜ。真相がわからないのは、もどかしいわね。秋篠宮家は、謎が多いんだぜ。その謎を解き明かすのは、難しいことだな。そうね。でも、真実を知りたいわ。真相は、闇の中にあるのかもしれないな。でも、諦めずに、真実を探し続けたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。